はいどうも皆さんこんにちは、キタです。今回は2月の28日の15時が回りました。で、明日にご飯実装なんですけれども、とりあえずね、新しい新イベントについてなどいろいろね、更新のまあお知らせの告知ですかねが多く入っているんで、お知らせ見ていこうかなと思います。まずウルトラライジングご飯ですね。はい、めっちゃかっこいい、マジで。で、開催が、さっきも言った通り、明日のね、木曜日の15時からとなります。木曜実装って結構珍しいですよね。まあ、月末ということでね。はい。で、副産物が見えるようになっていますね。はい、こちら。青ビースト、セール、赤腕ご飯、親子ご飯ということで。まあ、あんま、内容いいかと言われると微妙だけど。まあ、覚醒控えてるキャラクターもね、まあ、いたりするんで。アオビーストもまあ、頑張って戦えると思うんでね。まあまあ、ウルトラライジングにしてはいい方かな。うん、とは思います。で、ステップ内容はいつも通りですね。はい。まあ、なんで、ちょっとウルトラなんでね、引くん大変ですが、頑張っていきましょう。ご飯の性能についても後で軽く見ようかなと思っています。はい、そして、期間限定ショップセールがまた開催されてますね。今日からもう買えるようになってますね。で、まあ、一試先行、1000円のやつまたあるんで、ぜひ買っていただきたいです。で、続いて、京都ね。はい、また開催されました。で、今回はですね、スペシャルシーズンということで、限定報酬で絆コイン、グレート絆コインが2倍獲得できるシーズンですね。めっちゃありがたい。で、この京都に関しては28日なんで、今日からの開催となっていますね。はい。セルと戦おうということで、また交換所とかのリセットも入ってると思うし、あと、これスペシャルシーズンって言ってるから、新キャラクターのさ、メダル多くもらえるやつもあるんかな。あ、ありますね。これ嬉しいね。ウルトラご飯当ててると、はい、30プラスでもらえるということで、まあゲットしていきましょう。で、新しいユニフラもね、これでゲットできるようになってるはずなんで、まあその能力先に見よっか。はい、これですね。あーってことで。シンプルすぎん名前。根血サヤ人につけれて、打者高の基礎ありが 10% ずつ上がって、2スロ目で、基礎ダボアップ。さらに、根血サヤ人が3人バトルメンバーにいると、基礎なしダコアップ。で、射撃バージョンが3スロット目にあるって感じか。強くね？めっちゃ強いですね。基礎ありと基礎なしがね、どっちも乗っかってるっていう、優秀なフラグですね。また根血サヤ人の火力フラグ出ましたね。うん。まあ、今回のね、京都シーズンめちゃくちゃ遊び得だと思います。で、金曜日まで後でも喋るんですけど、フラグメント強化祭中なんでね。まあ、今日と明日だけでたくさん厳選した方がいいんじゃないかな。これですね。ゴールドラッシュ。サタンと戦って、賞金回転に入れようってやつですね。うん。まあ、いつも通り。毎日遊ぼうって感じです。結構これもらえるよね。はい。フラグメントね、厳選期間でもあるんで、たくさんやってあげましょう。で、続いて。チャレンジレイドね。はい。またレイドシーズン来ましたね。29日明日から開始されて、3月の14日まで、2週間遊べますね。で、今回は、パーフェクトセールが敵となっていますね。はい。で、特攻見よっか。新しいご飯ちゃんがマックス80枚。スーパーベジータが60。で、SP のね、最近のキャラクターがマックス30か。なるほどね。で、あとはまあちょろちょろあってって感じとなっていますね。最近レイドあんま開催されてなかったから、結構ね、前の SP とかも、ちゃんと排出の、なんていうのレイドのね、対象になってんのいいですよね。はい、続いて、最強フラグメントコレクションが更新されていますね。新しい、根血サイヤー&グリーンにつけれる。で、お、ご飯ちゃんの、もう許さないぞ、お前たち、覚醒心のやつですね。めっちゃかっこいい。基礎ありのダボ 10% と、必殺用ダメアップ。で、基礎ありシャボーの 30%、基礎ありシャコーの 38% ということで。まあ、シンプルなやつですね。いつも通りのね。まあ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 。ご飯ちゃんが射撃タイプってことかな。はい。いや、めっちゃ強そうですね。まあ、でも、共闘の方がね、やっぱ、タグの縛りがあるんで、インパクトは強いかなって感じ。で、新しい、セル編のバトルロイヤルが来ますね。3月の1日から、3月の8日まで。で、今回は、はい、孫一族の基礎体力 30% アップがつきます。まあ、ウルトラご飯使ってねえな感じですよね。はじいたさん、いきなりブーストもらえへんくなってるやん。ちょっとかわいそうですが。まあ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 、いつも通り頑張りましょう。で、力の大会更新されてますね。今日報酬受け取れるようになってるはずなんで、まあね、ガチャ前日に意思もらえるの嬉しいですよね。で、まあ、3月13日までいつも通り、2週間のシーズンとなってるんで、まあ、これでまたね、石1500個、マックスゲットできるんで、めっちゃありがたいなと思います。
で、前回超熟ラッシュも影響変わりました。ってことは新しい覚醒フラグも出てるんかな。お、このフラグメント覚醒したん、これめっちゃ強いんですよ元から。これちょっと期待ですね。後で見ましょうか。ここで見れるんだっけ。あ、ここで見れるわ。おぉ、キスアリラボの 30% で、キスアリ、シャボーの 30% 基礎体力 10% 必殺技ダメージの 10% 強なったね。うん、これはまあ、根血サイヤ人 &Z セル編につけることができますが、いや、これはね、絶対つけれるんだったらつけた方がいいんじゃないかな。めっちゃ強いと思いますね。まあ、防御安だからあれだけど、はい、いいと思います。な、そのところですかね。で、ステップセールがですね、また月明けから来るっていう感じのお知らせかな。これはまあでも21日の更新だから、1週間前か。はい。まあ、でもいつもね、1日からこの安いね、3ステップのセール、買えるようになってるはずなんで、まあ、ご飯来て、翌日のセールになるけど、待ってもいいんじゃないかな。はい。で、期限の近いものについて次は喋っていきましょうか。フラグメント強化祭ですね。これさっきも喋りましたが、3月1日までとなっています。なんで金曜日の15時に終了かな。っていうことで、まあ、かなりですね、もう期限狭まってきていますんで、絶対に厳選してほしいと思います。特にまあ、今日から実装されたね、ユニフラとか覚醒フラグは絶対作っていいと思うんで、うん。やってあげましょう。で、もう一つ大事なのあって、これですね、アンケート。これ答えてほしいなと思いますね。29日の16時59分に終わるんで、まあ、明日ですよね。ほぼもう24時間ぐらいしかないんで、まあ、忘れずにね、やっといてほしいと思います。ちょっとね、お知らせの2ページ目に行ってるんで、これ。ちょっと、見えづらくなってるんですけど、絶対忘れずにね、やっといてほしいなと思います。はい。そのところですかね。で、イベントの方で言うと、このサタンのね、石もらえるやつもちゃんと、あと2回かな、できるんでやってもらってって感じですかね。うん。他はまあ、そんな急ぎのないと思うけど、交換所も今日で切り替わっちゃったもんね。はい。あとは各種、いつも通りの軽いミッションとか遊んであげればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで最後に、こちらのね、新たな新キャラクター、ウルトラご飯ちゃんのね、性能を見て終わりにしようかなと思います。正直言って他の実況者さんも見てると思うんで、もう僕の方では軽く、強いところだけ増えていこうかなと思います。昨日、まあ、サイトでね、見たんですけれども、まずこれ射撃やばいですよね。アーマーブレイクっていうことで。しかもこれ2枚持ってるんですね。アーマー特性を無効化する効果が付与された射撃カード。これさ、敵からしたらどのアーツ持ってるかわからないから、マジでアーマー持ちのキャラクターご飯入りに撃てなくなりますよね。結構やばいなって思うけど。こっちのね、射撃の効果やったらまだいいと思うんですけど、すごいですよね。アーツのデッキ自体に持ってくるっていうのは。で、必殺がこれカウンターですよね。カウンターかけて、で、決まるとカード1枚ドローして気力回復もするっていう、もう、バケモンですね。これは PS と割れそうで、ちょっと怖いですが、僕使うのは。で、特殊なんと範囲系特殊、ぶっ壊れです。マジで強え。うん。で、発動時にカードドロー、で、気力回復、で、ヒット時の待機カウント付与もできるんで、まあ、安全にコンボ繋げられるってタイプのやつですね。やばすぎ。これマジで強い。で、究極はまあ結構シンプル。ですね。戦闘のようなバトルメンバーが2人いると属性フリム効果つくと。わお。強すぎ。で、ヒット時に手札すべて破棄、気力100減少っていうね、とんでもない性能を持ってますね。これシンプルって言ったけど、めちゃくちゃ強いわ。しかも久しぶりの、射撃無効でございます。メイン。ライジング封印とメインアビリティ封印しつつ、まあ、体力回復、気力回復、究極ドローっていう。あと、ユニゲ持ってるんですよね。はい。で、ユニカビリティなんですけれども、ジョージの矢ダメがすごいですね。170% アップ。やばすぎん？インフレしすぎん？で、元々の矢ダメージ 50% アップもあるんで、ジョージ220ですね。やばすぎ。で、ラストワンになると、究極ドローとか、ドロー速2段階になったり、あと、踏ん張りの、ジョージ貫通がつくんかな。っていうところも結構でかいかなと。思いますね。あと、ヨダメ 70% アップもつくから、もうほぼヨダメ 300% アップだよね。バケモンすぎない普通に。で、この能力めっちゃ強い。唾液射撃アーツを使用するたびに、ユニークゲージ回復して、特化無効がつくと。で、手札破棄の無効化が、これワンサイクルに1回使えるんで、特化無効も一緒にね。これめっちゃ強いと思いますね、正直。アタッカーとして、やばすぎるマジで。バカ使いやすいと思いますね。はい。で、こっちにも軽い能力ついてて、まあ、これも強いですけどね。唾液射撃アーツヒット時、カードランダム1枚ドロー、記憶回復。で、
ワンサイクルに1回使えるタイプのやつって感じですね。はい。で、踏ん張り持ってますね。この能力で踏ん張りもついてます。アーツの能力ぶっ壊れ、巣のよだめもぶっ壊れ、ラスワン性能もぶっ壊れなのに踏ん張りまで持ってます。やばい。よくね、僕最強ランキングの時喋ってますけど、バドロットのね、雷雨系プラス範囲特殊みたいなめっちゃ強いっていう話をねよくしてるんですけど、このご飯ちゃんも持ってます。もう絶対強いと思う。てか、ジョージ踏ん張り貫通のキャラクターマジでそろそろ出そうですよね。はい。で、ここはユニークゲージですねの、な、能力が、結構書かれてるんですが、まあ、簡単に言ったら、身勝手とジャネンバのハイブリッドみたいな、ユニークゲージかな。どっちかというとジャネンバよりかな。突進系のアーツとかに対して、カウンターするんですが、1回全部消費します。で、3回発動すると全部消えるんですけど、身勝手みたいに、控えにいると、また回復していくみたいな、タイプですね。まあまあ、やばいと思う。で、カウント発動時、気力回復、状態異常、能力低下解除、待機カウントも短縮できて、敵の手札は全て破棄するんで、もうね、追い打ちすらね、与えないっていう。すごいキャラクターですよ、本当に。まあ、見てわかるぶっ壊れ具合ですね。いや、ご飯めちゃくちゃ強そうですね。で、もちろんね、明日僕もね、ガチャ配信で、まあ、引いていこうかなと思うんで、ぜひともね、ガチャ配信、まあ、15時からやるんで遊びに来てくれると嬉しいです。ということで、今回の動画は以上にしましょう。ご視聴ありがとうございました。